どうも、ハルカットです。皆さんピカチュウは好きですか？可愛いポケモンですよね。そこで今回はピカチュウのポケモンモノマネがそっくりすぎる件について話していきたいと思います。では関係ないけど、もうすぐ春休みですね。あ、言うて1ヶ月以上先か。また3本投稿やってノイローゼになろうかな。どういうことか、最後まで聞いててください。ピカチュウのポケモンモノマネがそっくりすぎる件について、まずはこちら、ヤースのモノマネですね。めっちゃうまい。さりげなく尻尾まで真似してんのすごすぎる。次はこちら、なんでしょう。正解はゼリガメです。目の形がそっくり。次はこちら、ソーラス。これ結構ピカチュウのモノマネの中でも有名なんですけど、可愛いですよね。次はこちら、なんだと思います？正解はコダックです。まあ、わかるっちゃわかるけど、ちょっと下手だよね。次はこちら、ベロリンガーです。ベロもそうなんですけど、目の形も真似すんの上手すぎじゃないですか？次はこちら。水五郎ですね。似てる。耳まっすぐ立ててるの。かわいい。次はこちら、なんでしょう。正解はハスボーです。いや、すごい。耳でハスボーの葉っぱの部分作ってるんですね。なかなかクオリティが高い。てか、ピカチュウの耳変幻自在すぎない？次はこちら、サトシのモノマネです。ちょっとわかりにくいんですけど、耳でサトシの前髪作ってるらしいですね。その発想はすごい。そして、ほっぺのギザギザはどうやってやった？次はこちら、ミミロルのモノマネですね。体変形してるんですけど、大丈夫？めっちゃ似てますよね。最後はこちら、まんまるからの、ドーン！で、ズガドンですね。表現うますぎるんですけど、これはもうピカチュウじゃない。メタモン！とまあこんな感じで、ピカチュウのモノマネがうますぎる件についてでした。ちょっとでもこの動画ちょっとダチャンネル登録、そして高評価ボタン、よろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。